アラがとこちらです。これ、それでは今回なんですけども、最大5%還元、楽天エディナナコ、ワオの電子マネー、キャッシュレス、消費者還元事業についての解説ということで、今回は3つの決済方法について還元率含めてサクッと詳細をお伝えしていこうと思います。 ま、念のためおさらいなんですけども、10月から増税に伴って、キャッシュレス消費者還元事業という取り組みがスタートします。これは画像にも出てる通り、このポスターが出てるところであれば、お店が提示する対象の決済方法で、キャッシュレス決済を行ったら2%もしくは5%がご自身に還元されるというものになっています。ここからはお題の通り、電子マネーの楽天、エディ、ナナコ、ワオンカードの3つの還元について簡単に解説をします。 まずは楽天が提供している楽天エディから、こちらはお支払い楽天エディでキャッシュレスということで、 対象店舗で2%もしくは5%分のエディを還元。1回あたりの還元額は最大2500円分。これは5万円分の支払いで5%還元のお店で利用の場合ということですね。そして支払いから30日後に最大5%分のエディが付与されます。これの受け取り方法としたら出てる通りファミポート、エディチャージ機とか、あと ANA、国際線自動チェックイン機、楽天エディアプリ、 お財布タイなどの方法で受け取る必要があります。ちなみに楽天エディは入会費、年会費無料で使うことができます。今回こちらの楽天エディに関しての注意点としたら、この受け取り期限というのを過ぎてしまうと、せっかくもらった還元分のエディが受け取れなくなると無効になりますので早めに受け取る必要があります。 次に、セブンアイホールディングスが提供している7個ですね。こちらは2%もしくは5%の7個ポイントが付与されます。これは通常の7個カードとクレジット一体型も含むようになってます。そして、7個モバイルも同様ですね。還元される期日は使った月の翌月の15日に7個ポイントとして還元されます。そして、もらった7個ポイントは電子マネーの7個への交換も可能です。 一応、上限とか有効期限に関しては公式リンクを参照してください。ちなみに7個カードの年会費は無料で、発行手数料だけは300円かかるので注意が必要ですね。 あと、7コモバイルの発行手数料は無料ということになっています。最後に、イオンカードが提供する和音カードですね。こちらは2%もしくは5%の和音がもらえます。で、1ヶ月間の還元上限は1万5000和音。還元が付与されるのは使った翌月20日頃ということになっています。注意点としたら、この消費者還元の和音についてはカードに直接付与がされません。なので、還元の受け取りはイオンのお店などに設置されている和音ステーション。まあ、これは一部除くイオン銀行の ATM。 あとはファミリーマートに設置のファミポートということですね。 まあそんなことで今回は楽天エリー7個ワオンのキャッシュレス消費者還元について解説をしました。まあスイカ含めて電子マネーが徐々に出揃いつつありますね。まあここまで通して個人的気になったのは楽天エリーだったらチャージしたり決済したりしたらまあ楽天ポイントが別に付与されるのかワオンカードですと決済したら今だと200円ごとに2ポイント貯まるということですがまあこれがそれぞれキャッシュレス消費者還元とは別に付与されるのかっていうのが個人的に今気になってます。まあ多分別々に付与 されると思うんですけどもこれに関してまあ詳細が分かればまた情報をシェアしていきたいと思います、まあ、一応今回解説した楽天エディ七子和音のキャッシュレス消費者関係についての公式ページを下の概要欄に貼っておきますので気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました